では石田さん、ラストステートメントです。はい、僕は、さっきもお伝えさせていただいた通り、ここにいる社長の方々っていうのはいろんな経験をされていると思います。で、まあ、ここにいる、社長の方以外にも、スタッフさんだったり岩井社長たちにも、時間を使っていただきました。で、僕は何か動いてくださった僕のために時間を使ってくださった人にはどんな形であれ恩返しをしたいと思ってます。なのでこの事業が本当にうまくいったって、思われた時、ぜひ僕は今後、虎側でまた出させていただけたら、なんか一緒に仲間としてできてる感じがするので、なんか将来はそういう形で1年後でも2年後でもお声掛けいただきたいと思ってます。よろしくお願いします。ありがとうございます。では壁側を向けください。はい、それではただいまより、ファイナルジャッジメントタイムです。ファンディング希望額は過去最高レベルの3000万円。場を掌握する志願者、しかし高額出資の壁は厚い。いざ迎えるファイナルジャッジメントタイム、一体どうなる。ではお直りください。はい、ではこれより最終決断に入ってまいります。森さんお願いします。はい、200お願いします。正直ですね、私結構まだ怪しいと思ってるのが、ぶっちゃけの本音のところで、その気持ちと話の大きさのギャップにちょっと好奇心じゃないですけど、ぶっちゃけここってどういう結果になるのかなっての見たくて、ちょっと参加したいと思いました。はい、ありがとうございます。お願いします。嬉しいです。安藤さん。はい、僕いくらでも、はい、 OK です。はい、あ、別に全出しでも。ただ今回の、じゃあ成立ですね。いや、だから今回のプランが、まあいろいろな社長と関わっていくことによって、はい、多分このプランももっと成就すると思うので、はいはい、なんか一部の方がいいかなと思ったんですけど、まあ皆さんがいくら出せるのか分かんなかったですし、6人目の虎も今うずうずしてる。ありがとうございます。はい、お出しさせていただければと思います。はい、この段階で完全オールです。おめでとうございます。なんか、残り全額じゃなくて新しいいくらでもってのが出ましたね。はい、このまま続けましょう。奈良ママ。はい、皆さん出すかなと思ったんで、一旦私もいくらでもいいんですけども、5で割りまして600万です。ありがとうございます。はい、社長もね、さっき600だったからっていうのもあって、はい、はい、本当にありがとうございます。担当分ってやつですね、これね。担当分ですね。はい、もう近いです。今回それしか喋ってない。はい、ではトマピー。3000万円です。おお。お借りします。すごい。あ、そっか。足りないですね。はい。満額。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと僕、お会いするの2回目じゃないですか。ね、だから安藤社長のいくらでもっていうのよりは価値が低い3000万かもしれないですけど、なんかシンプルにワクワクするし、本当にナンバーワン事務所作れんじゃないかな、向川さんならって感じますし、投資としても、まあ単純にいい条件かなっていうのと、あとはこれを一緒に参加することでもっと関係性深めたい人だなって心から思うんで、3000万ありました。ありがとうございます。はい、トマピー3000万です。はい、では林社長。いや、本当ね、安藤さんとかトマピーに比べたらもうどうしようもないですけど、お付き合いで600万円。ありがとうございます。チラッと気持ちだけ。どえらいお金が積まれましたね。1200の1400だから、4400の、これが3000とすると、7000万以上、と思うじゃないですか。ほら、動くじゃないですか。このまんま、僕も、比率でやられたら嫌なんで。6人目。僕3000万。本当ですか。はい。おぉ、宣言させてください。もうだってさ、イエローキャブやってる僕はもう心が痛くて、なんか自分がやれてないことばっかりで、彼が言うことがもう刺さる刺さる、うん、ノウハウを吸収しようとしてますね。そうです。おめでとうございます。頂戴いたします。すみません、楽しみにしてます。ありがとうございます。お願いします。すみません、よろしくお願いいたします。実は息子がムカさんのファンなんで。あ、本当ですか。これ出せなかったら多分子供に怒られてたんです。ありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。お願いします。それでいくらでもなんですか。人脈とか何かできることは、はい、本当にありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ワクワクハッピー。ありがとうございます。
またいろいろとよろしくお願いします。一緒にできることが楽しいです、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。持てますか。はい、はい、じゃあ、はい、どうぞ。最高額ですかこれ。3000万かどうかな。僕の記憶では最高額です。お、だから持って帰った3000万も最高額だし、積まれた金額も最高額かもしれないですね。そう、もちろん積まれた金額は完全最高額です、ね、億超え、億超え、1億円超えましたもんね。ありがとうございます、はい、なんかお金とかより皆さんが出したいって言っていただいたことが嬉しかったです。いや超課金しちゃいましたわでもまあこの収録終わった後でもぜひ合宿とかでも希望であれば来ていただきたいですし、ライブとか今かなりクオリティも高くなっているので見ていただきたいです。なんかいろいろと他の授業でもなんかこれいいなっていうものがあったら一緒にやれたらと思います。ぜひよろしくお願いいたします。僕は最後の感想どうぞという前に言っていただきましたので、これを終わりましょう。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。メンズアイドル事務所の世代交代を実現する。結果は驚愕、1億円超えのエクシード完全オールで終幕。軽快なプレゼンテーションで虎たちの心をつかんだ志願者、新たな虎の子としてビジネスを加速させる。その挑戦は続報を待て。